広島市立元町小学校の皆さん、そして長崎市立坂本小学校の皆さん、レインボーピースをつなげて、みんなが書いてくれた詩に曲を付けさせていただきました、ギタリストの上賀一俊光です。本来ならば3月にみんなで合唱したものを動画で撮って、世界に発信しようっていうふうに、動いているプロジェクトでございましたが、残念ながらこの新型コロナウイルスの、ショックによってそれも叶いませんでした。だから多くの子がそのまま卒業してしまったと思います。事態が収束したら必ずまたみんなで会って、このレインボーピースをつなげてを、みんなで録音したいなと思っております。そして英語、ドイツ語、フランス語、タガログ語、たくさんの言語にも仲間たちが協力してくれて翻訳しましたよね。これをまた世界にメッセージを向けられる日を、楽しみにしております。今日は、僕の大切 な音楽仲間の、チェリスト川岡浩一さんとみんなにこの曲を覚えててもらいたくて録音いたしました。聴いてください、レインボーピースをつなげて。